こんにちは、つろかおりです。今日の動画は新しい自分になる、なりたいあなたへということでお届けしたいと思います。新しい自分って、ちょうど今ね、騒ぎがいろいろ起きてますけれども、通常であれば別れと出会いの季節ということで、こう新しい自分になりたいなって思う方が多いんじゃないかなと思う時期ですよね。なんかそんな中で、ご参考になることがあればなと思いまして、こういった動画を今日は上げたいと思います。では今日7つご紹介します。1つ、1、毎週1つ新しいことに挑戦する。2、小さい頃夢中になっていたことをやる。3、マイセブンルールを作る。4、価値観ワークをする。5、視覚と聴覚をシャットダウンする。6、楽しいを優先する。7、人に優しくする。ということで、一つ一つご紹介していきます。まず1の毎週一つ新しいことに挑戦するっていうことなんですけれども、これ本当に些細なことで大丈夫なんですね。例えばいつも12時過ぎて夜寝てしまっている人が10時までに寝るとかっていうのも新しいことに挑戦するっていうことなのかなというふうに思っています。例えばこう週1ファスティングをしてみる、断食ですね、プチ断食をしてみるとか、ちょっと興味があったんだけれども面倒くさいとか、なんかきっかけがなくてできなかったっていうこと、なんか一つや二つあるんじゃないかなというふうに思うんですね。それを例えば曜日を決めてやるっていうのもすごくおすすめですね。デジタルデトックスを週に1回するとか、あえてファスティングにしてもデジタルデトックスにしても、今までの自分のなんか便利さみたいなものからあえて制限をかけることによって、なんかまた新たな気づきみたいなものが得られるんじゃないかなというふうに思います。今ね、なんか結構こう外出とかも制限されてしまっている環境なので、改めて日常に感謝しているっていう方多いかなっていうふうに思うんですよね。なんかそんな感じを自ら自分で課していくっていう感じですかね。週に一度でいいのでやってみてください。では2、小さい頃、なんかいつもなまっちゃう、ここ。小さい頃夢中になっていたことをやるですね。はい、これっていうのは勉強ではないかなって、勉強の人もいると思うんですけれども、なんかこう時間を忘れて時空を超えてこう黙々とやっていたこと、なんかもう夕食の時間とかおやつの時間も忘れて黙々とやっていたこと、ちなみに我が息子たちはゲームになります。もう寝食忘れてやりたいっていう感じみたいなんですよね。なんかそんな経験がご自身にもなかったでしょうか。ただね、それを忘れてしまってるっていうことなんですよ。なんでかっていうと、そういうことってどうしても親からこうもうそろそろやめなさいってこう制限をかけられたりとかストップされたりとかしてたと思うので、自分の中でもあんまり長く続けちゃいけないんじゃないかなっていう、そういう観念が生まれてきていることだと思うんですよね。なのでずっと絵を描いていたりとか、あとは、私なんか漫画描いてたりとかしてたんですけど、絵はそんなに好きじゃないんですけど、おそらく物語を作るのがすごく好きだった。なので今毎日 YouTube をアップしてますけれども、この台本を書くっていうのがやっぱ私すごく好きなんですよね。はい、ということなので、小さい頃夢中になっていたことをやると本質の自分に戻るっていうところで、忘れていたことなんですけど、それが実は新しい自分の発見への糸口になるっていうことがあると思います。はい、では3つ目ですね。マイセブンルールを作るっていうことなんですけど、これフジテレビでいつもやっている火曜日に、セブンルールって私大好きな番組って毎週録画をしてるんですけれども、本当感動しますよね。なんかその人の人生とか全部こう総決算された中でのルールみたいなものを7つご紹介するんですけれども、なんか本当にいつも感動してしまいます。で、自分にはないわそんなことって思う方もいらっしゃると思うんですけれども、もうね、もう何十年も皆さん生きてきた中で絶対あると思うんですね、マイルールっていうのが。なのでぜひ書き出してみてください。平凡でない自分に気づく時間っていう感じになると思います。はい、では続いて4番、価値観ワークをするですね。以前に動画でもご紹介したんですけれども、インサイト
というあの本ですね。去年私読んで、本当にこれセミナーでもよくお話をさせていただいたぐらい素晴らしい内容の本なんですね。メンタリスト DAIGO さんもよく動画でご紹介されています。この中にある価値観ワークというものを私のセミナーご参加の方にも必ずやっていただいていたんですけれども、ご自身の中の価値観って実は知らない人が多いんですよね。しかもその時期その時期、ステージステージごとで価値観っていうのは変わっていくものなので、本当に何十年か前まで持っていた価値観が今はどうでもよくなっていて、新たな価値観を持って自分が過ごしているっていうことにぜひ気づけるようなワークになっています。あの巻末にあの載ってますので、ぜひやってみてください。あの面白いですよ、すごく。はい、では5、視覚と聴覚をシャットダウンするですね。あの人ってやっぱり視覚と聴覚がオンになっている状態だと 70% ぐらい無意識のうちに情報が入ってきてしまうって言われてるんです。もしかしたら 80% だったかな、ちょっと忘れちゃったんですけれども、なのでそこをあえてシャットダウンすることで自分の直感を研ぎ澄ますっていう感じになるかなっていうふうになります。直感を研ぎ澄ますと、さっき言ったみたいな自分の本質は何だろうとか、自分が本当に心からやりたいこと、会いたい人、行きたい場所って何なんだろうっていうのがパッて思い浮かぶかなっていうふうに私は考えているんですね。なのであの瞑想することもいいですし、本当にこうあの床に横になってね、目とで耳栓かなんかをして、まあ、静かな場所だったらそのままでね、あのシャットダウンするっていうことをやっていただきたいなっていうふうに思います。できたら1日に1回はそんな時間持ちたいかなっていうふうに思っています。では6番ですね、楽しいを優先するなんです。あの前にね、笑いがすごく大事っていう話をしていたと思うんですけれども、楽しいっていうあの気持ちってそこから生まれる感情が全部もうポジティブなんですよね。感謝に変わったり希望に変わったりっていうことなんで、まずは楽しいことを優先してやろうっていうことですね。なんかしなければならないっていうのを後回しにしてでも楽しいってことを優先させるっていうのが、本当に新しい自分に出会える一番の、あの近道なんじゃないかなっていうふうに私は思っています。で、楽しくなくなったらやめていいよっていうサインだと私はいつも思っているので、あの嫌いな料理もね、すごく乗って楽しくできる時もあれば、本当にやりたくなくってダメっていう時もあるので、その毎日の毎日の自分の、あの楽しいを優先させるようにしています。はい、では最後7番、人に優しくするできることですね。人に優しくするっていうことですね。これね、今私今月結構仕事セミナーとかも全部お休みをさせていただいていて、あのだからこそお金をいただくっていうありがたさと、私のライフワークってお金をいただくと同時に人をこう幸せにすることというか、優しい気持ちにできることだなっていうのを改めてあのやりたいこととしてあの決心してるんですね。で、それが何かっていうのが本当に日々わからなくて考えているところなんですけれども、やっぱり人に優しくされて、された人が感謝すると思いきや、実は優しくできた自分がすごく感謝の心が出てくるっていう、なんか不思議なね、あのことがあったりするので、なんか今のね、このおうち時間結構外出も制限されていて、そろそろストレスも溜まってきてるんじゃないかなっていうふうに思うんですけれども、なんかだからこそできる自分と向き合う時間みたいな、新しい自分にどうやったら出会えるんだろうなってこうワクワクしながら考える時間っていうのをぜひなんか作っていただきたいなみたいな感じに思っています。はい、以上7つになります。はい、それでは最後に今日のコーディネートご紹介します。今日はあのこちらですね、今日雨だったんですけれども、もう朝起きた時から12、3度あったので、カシミヤの、カーキのですね、あのカーディガン1枚に下は T シャツですね。可愛いですね、最近ちょっと買ったんです。プランシーの T シャツになってます。はい、ちょっと今年はね、 T シャツスタイルたくさんやりたいなと思ってまして、ボトムは張り感のある、もう 4,5 年使ってるかなっていうマディソンブルーの、 あのコットンの、スカートですね。
全然甘くならずに本当にかっこいいですよね。中山さんが作るマディソンブルー大好きです。はい、で、今日はシルバーを多めにしてまして、まず首元のチョーカーですね。友達のコンリトモのもので、首元はパールですね。ちょっと白ではなくてグレーの、お友達のアグリオさんのものですね。でイヤーカフはコンリトモ、結構すごいですねこれはね、神戸の方は皆さん、関西の方はご存知だと思う、花の木のマダムのお店で買った、すごい可愛い石の、すごく合いますよね、夏っぽいリングに。あとはブラウンイリスですね。ブラウンイリスのシルバーの指輪です。今ね、もうネイルが取れちゃったんですよね。で、左手はワイヤーをこうたくさん重ね付けしています。でブレスレットはこれ、私がオンラインショップをしているところのブレスレット、水牛の角のブレスレットですね。今週発売するものになります。はい、こんな感じでだんだん暖かくなってくるのかなというふうに思っているので、春スタイルもこういう時期ですけれどもね、楽しんでいきたいなというふうに思います。